強振観測網は、防災科学技術研究所により整備、運用されている地震観測網の一つで、強振動と呼ぶ被害を及ぼすような強い揺れを確実に記録するための強い振動でも計測データが、飽和しにくい、高ダイナミックレンジの加速度型デジタル強振系による観測網である。観測により得られたデータは、データベース化され、断層破壊過程の詳細解析、 地震ハザード、被害リスク評価などの様々な研究や実務に役立てられている。1996年の観測開始時の観測網は K ネットとで構成され別々に運用されていたが、2008年6月に共振ネットワークとして統合され、地震ごとに編集された共振データはインターネット経由で地震発生から数分で利用することができる。また、 気象庁のほか観測点が設置されている。自治体にもリアルタイムで震度情報が提供されている。ほとんどの観測点は陸上にあるが、相模湾の海底ケーブル式地震計も含まれている。阪神・淡路大震災を引き起こした兵庫県南部地震の強震動の分布と建造物の破壊メカニズムを解明するために、 十分な観測データと基礎データの蓄積がなかったことを教訓とし、1995年6月16日地震に関する調査研究を推進するための法律、地震防災対策特別措置法が制定され、地震に関する基盤的調査観測計画の一環として整備が始まった。共振観測網及び高感度地震観測網が整備される以前は、 東海地震の前兆現象の観測を目的とした観測網などが、気象庁、大学、防災科学技術研究所などにより各々の目的に合わせ独自に整備され運用されていた。そのため、観測網がカバーする地域は特定の地域に変調し、地震動の観測能力や配置はまちまちであった。したがって、能力を揃え一定の密度で均質な観測をする。 性能が必要とされた。k ネット観測点キックネット観測点配備開始年と、形式2020年時点では、k ネット0 2キックネット0 6 k ネット1 1キックネット1 1 k ネット1 8キックネット18の合計約1700台により観測を実施。記録の収録は地震計ごとにトリガーする方式で行われている。記録の回収は当初センターからの ダイヤルアップ方式によっていたが、K ネット02号は、強振動の発生を検知すると、自動的にセンターに接続し、記録を送信する機能を持つようになった。地震の観測データだけでなく、観測点が設置されている場所の土質データも合わせて公開されている。土質データと合わせることでより詳細な分析が行える。また、共振観測網には、データ同意が付与されている。 キックネットと統合以前の K ネットと新型、ネットでは即地系のほか、公開されるデータの一部が異なっている。地震発生から数分で、地震要素、地震発生日時、緯度、経度、震源深さ、マグニチュードの速報値と、最大加速度マップの静止が、観測点ごとの地震度を波形データなどとともに、揺れが伝わる様子の動画が公開される。 翌日以降は、気象庁発表の震度が3以上、気象庁月報に記載された震度が2以上地震のノイズやセンサの異常による地震以外の波形を除外し高感度地震観測網、交帯域地震観測網の観測波形データと合わせ公開される。公開されたデータは、共振解析ソフトを利用し、利用者自身の手で解析が行える。被害規模の即時推定システムのデータにも、 利用されている。観測データを即時に可視化し、日本の地図に重ね合わせることで観測した今現在の揺れをほぼリアルタイムで配信しているウェブサービス。地表、地中、リアルタイム深度最大加速度、最大速度、最大変異、速度等の画像データが1秒ごとに更新されている。地震発生時には揺れが伝わる様子を 色の変化として見ることができる。実際の画像データは地震だけでなく人間の経済活動に伴う人工的な振動のほか、強風や波浪までもが捉えられるが、特に経済活動が盛んな三大都市圏では、終日にわたって緑色の明るい点が点灯しているため、都市部における日中の弱い地震では色の変化は捉えにくい。年月より、 ヤフー天気、災害でも提供されている。P 波、S 波の地震動が伝わっていく様子がよくわかる。また、東北地方太平洋沖地震では停電などによるデータ伝送経路の異常のため、色がなくなっていく観測点が次第に増加していく。K ネットで得られた情報は即時、JR 東海、東海道新幹線の新幹線総合指令所や JR 東日本、 東北新幹線の運転指令所へ転送提供され、必要に応じて新幹線を緊急停止させるために活用されている。ありがとうございます。